南区は、名古屋市を構成する16区の一つである。名古屋市の南部に位置する。旧、東海道沿いには、笠寺観音や笠寺一律家などの史跡が残る。南区の区名を持つ、現存の行政区のうちでは、最も古いが最古。大江川措置笠寺台地による、坂道のある、風景国道1号を境に、東側は、笠寺台地と呼ばれる、丘陵地。 西側は山崎川及び、天白川に沿った平坦な地形で、海抜ゼロメートル地帯が多い。河川主な河川湖小昔は、湿地帯が多く大人の身長を超える足などが群生し、呼び合いながら、方向を確認していた名残の、古族なる地名や、大磯など、現在も古来の地理にちなんだ地名が残る。大地区内の町名名古屋市の地名南区を参照。 名古屋市の行政区田の市町村古代では、区の東部の笠寺大地は、松巨島と呼ばれる島で、街道中西部及び天白川沿岸は、あゆち方と呼ばれる干潟であった。菅原高末女がその干潟を通過したこともある。尾張市が拠点とした場所の一つと言われる。伊勢湾台風の時には、松巨島に該当する地域だけが再び島となって、浸水の被害を免れた。 中世になると、声援が、盛んになる。日本一を取ったこともあるが、瀬戸の潮の勃興を受け捨てれた。鎌倉街道が通る。小田と今川の係争地に位置していたため、小田方の水野建脇、佐久間信盛などと今川方の山口市の諸将が、それぞれたくさんの城を築いていた。ただし現在は移行すら、ほぼ壊滅状態であり、 地元住民でも歴史家でもない限りそのことを知る者は少ない。なお、その頃の名残か、まだに、呼び継ぎ町周辺では、水の毛がたくさん居住しており、歴史を感じることができる。江戸時代は、区域のほぼすべてが、尾張藩の領地であり、南の村の一部が、美の今尾藩の領地であった。中西部で、新田事業が、盛んに行われる。東海道が通る。 南警察署名古屋南消防署野町、中京病院名古屋南郵便局名古屋市、南図書館日本外資ホール警察署関係施設、交番消防署出張所主な病院主な郵便局、主な図書館体育官僚時間名古屋市南部の繁華街、新たま柴田のネオン街古代から、海産業が中心だった。特に中世からは、前浜塩と呼ばれる、製塩業が、 盛んに行われ、塩漬街道を経て、美野や品野などの内陸部へ運ばれていた。江戸時代に、神殿開拓が進むにつれ製塩業は衰退。明治頃には、海苔や魚の養殖が盛んになり、愛知の海苔の中心生産地となる。愛知海苔は、昭和の一時期には、有明海を超える産出量を誇っていた。しかし、1五十九年の伊勢湾台風により、 地元産業は壊滅的な打撃を受け海産業も衰退。それに代わって隠し工業が進出し工場地帯を形成することになる。伊勢湾台風以降は中西部を中心に鉄鋼、金属、機械、化学などの工場地帯として発展している。外して中小企業が多く町工場と住宅地、商業地が混在した典型的な大都市圏の 下町地区である。長く三菱関連の工場によって、区の経済は支えられているような状態であったが、2000年に三菱自動車工業大江工場が閉鎖。周囲の下請け孫請けの工場は少なからず影響を受けた。一方、南区の工業は比較的低調で、人口も減少傾向が続いている。2005年に行われた、 国勢調査では2000年と比較して2.7%減少となった。水北との草海に位置する名古屋南部の繁華街、新玉界隈を中心に商業が発展している。笠寺観音の門前町として商店街も形成されている。また、芝田駅近くにネオン街がある。 上場企業大道大学名古屋市立、桜台高等学校日本天眼薬研究所市立、県立市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 立,市立笠寺,寺駅大道町駅、桜本町駅名古屋市営バス、鳴尾営業所名古屋高速3号、大高線星崎本線料金所、国道23号線区内には、JR 東海道本線と、名鉄2路線がほぼ南北に貫通しており、 1994年に桜通線が開通するまでは地下鉄路線がなかった。東西に貫通する鉄道路線は存在しない。笠寺駅からは名古屋臨海鉄道東高線も通っている。また、東海道本線に並行して東海道新幹線が通っている。区の明確な中心駅はなく、JR 笠寺駅、名鉄本笠寺駅。 名鉄大江駅、地下鉄桜本町駅などに利用が、ほぼ分散している。このほか区域から徒歩県内の駅として、地下鉄荒玉橋駅、明音通駅がある。区役所は、JR 笠寺駅と、名鉄本笠寺駅のほぼ中間に位置する。路線バス営業所高速道路、国道県道幹線道路の道路通称明。 南北の道路東西の道路星崎城、笠寺観音桜新名社、道徳公園三原市大遺跡公園名古屋市総合、体育館主な城郭主な寺院主な神社主な遺跡公園文化施設スポーツ施設娯楽施設、佐久間信盛、毎月1日現在の世帯数と、人口、愛知のお城巡り、名古屋市南区の城郭、 http://www.oshiromeguri.com スラッシュ名古屋スラッシュ 084minami スラッシュありがとうございます。